はい、半幕な本家の本物貴族の半魔王先生です。皆様方のですね、言うこと掲示板ということは大事ですね。で勝手に話してるとかよく書きますけれどもね、本当にねいいこと書いてますね。で普通だとそのね言うなれば私がね世界中の総理大臣とか外国のね総理大臣とかも私がやってるっていうこともねちょっと紹介して説明しますけれども、人間たちの知能がねどんなに利口な人でも、1000分の1も低いもんですからね。で、実際は私が全部世界中の総理大臣外国の総理大臣は私がやってるということをね説明してるんだけども、これに対して人間たちが使用して勝手にやってるって言ってるとかいうことで言うのは当然でね。だけども普通の人がねそれだけのことで実際にやってる大きいことをね覆して逆にその、人間たちはねそれ私やってるんだけども無視するということでね、実際の世界を地球をね私が管理してるという大きいことをね無視してね、だけどもそのことに対して勝手にやってるって言ってくるわけですね。だから内容は私のことじゃないわけですね、自分たちのこと。だけども周りにねそちらのような人たちが弱い人がいると殺しをやるんだね、それ返すと私が ね。で私にはそういう私だけだと力は強いから人間たちが女子どもいたらね殺しやるぐらい暴れるんですよ。だって自分たちの犯罪を逆に言ってくるわけですね、言ってることをね。で私に対しては力強いから一人になってね、で周りに人間いないことね暴れ回るから、そういうことしょっちゅうやられてるから逆にねやられてることを逆にふっかけられてね、ねみんな負ける人多いわけですよね、その団体とか人間団体ね。だそれは私自身ないからね、人間団体でやられるっていうことないから、上の生物だからね。ただめちゃめちゃ動かれたりやっぱり大怪我したりでやられることありますけどね、ちゃんと正しくね推進してね切り開かればできるわけです。今ちょっとハンバーグ焼いてるんでね時間がないんですけど、そういうことでね感謝しております。人間たちのね反発の意見、自分たちがやってる悪いことを逆に私の方に合わせて言ってくるっていうのは、それはね当然自分たちねこんな知能が私よりか1000分の1も誰も低いということなんて認めるわけでないわけですかね。実際はそうなんだけど、それはねいいんじゃないですかということですね。あんまりその摩擦が多くてね、負荷が多くて人間たちが死んでいくわけですよね。私との上の生物としてね、一日大体今1000人ぐらいは死んでるのかな、平均でね、摩擦でね、喧嘩じゃないですよ、能力差でそういうふうに対抗して頑張るわけですね、自分たちの方が利口だというかね、これはもう頑張っていただくのが大事だし、力強いのがいるけど、言ったら、周りに人がいると、これに対して対抗できないから、人間たちはね、私の味方ついてた人が近くにいたら、みんな暴れ回っちゃうね。みんなやられて負ける、味方じゃなくてもね。で、私にはこれ、ちょっと時間かかりますけど、一人だからね、一人対人間たち全部抑えないといけないから、これに対してのね、かかりね。言ってることは喋ってることだから、悪いことじゃないわけですよ。そういうふうに拒否するよと言ってんだから、大変いいことなんですね。ね。だから、その場だって状況だって言ってきてるし分かることだからね。ただめちゃめちゃなこと言って考えて言ってくるわけで、自分たちのねミス不都合を逆にかかってくるとね、言うなれば勝手にやってるというのに人間たちそっちなんですね。そっちのことで言ってくるわけです、私のことじゃないんですね。で逆にかけてくるとあべこべでね。だそういうようなことは普通の人間だとできない、反発できないけども上の生物だからいいわけです。ただ人間他の人がいるとこれは私が負けると思うから逆に来るわけですもん、抑え込んじゃうんだよね。
ね、それに逆に反発したら殺しをするぐらいでね、これ絶対勝てる相手じゃないって思ういうのが普通なんですよ。だけど上の生物だから私の場合の方が勝てるでしょ。だから喧嘩でもないしいい意見なわけだけど、人間たちがいると逆に思って危ないことされちゃうね。それをちょっとね注意してお話してて、本当に意見ありがとう。そうなんですよ、人間たちはそういうふうに反発してきますね。ということでね、女の人もそう思って、それやられるから逆にね、絶対逆らったらダメだよって殺すよって思ったらひどいから抑えるわけです。違うのに悪い意味で嫌な人も多いわけなんだけど、私にとっては対抗できるわけですからね、ね、そういうことですね。ちょっとハンバーグ焼いてるんでごめんなさいね。ちょっとまた